上里からもう大胆に右に展開する。そしてドアーッと決まった。黒木4点目。すごいことが起きますね。なんと熊本が追加点4点目。黒木の右足から生まれました。ポストに当たってそのまま吸い込まれました。72分。いや今のは黒木、いや最初のね、はい、上里のボールも素晴らしかったですよ。上里から黒木への展開、はい、そのサイドを変えた、でそのコントロールからもう黒木は多分何でしょう、もう何の迷いもなく打ってしまえっていう感じだと思いますよね、はい、あー